かりでしょうか。ね、ソロ君センスないっていうのをね連発していますが、まあ、センスと言われたらなんか日本ではセンスがありますねとかっていう時のあの感覚みたいな意味だと思ってしまいますが、実は韓国語ではセンスはですね、お水とかミネラルウォーターという意味なんですよ。全然違うでしょで、まあ、つまりソラ君が、まあ、水もないのにそんなにね頑張って運動して大丈夫かなとミミちゃんを心配しているというわけなんですね。で、漢字でセンスっていうのは生の水というふうに書くんです。で、皆さん水って言えばムル、ムルという表現もあるじゃないかと思いますよね。で、これいうことが多いですね。同じ発音なのに意味が全く違うなんて神議へ不思議。